オースティン・マイケル・アレンは、アメリカ合衆国ミズーリー州セントルイス出身の、プロ野球選手、右ト左打。MLB のオークランドアスレチックス所属。2015年の MLB ドラフト4巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、トリシティズ・ダスト・デビルズで、プロデビュー。53試合に出場して打率。2 4日本塁が、 34打点を記録した。2016年はまず、A 級フォートウェイ・インティン・キャップスでプレーし、109試合に出場して打率。327本塁打、61打点、オプス、791を記録した。また、シーズン終盤には、A 級サンアントニオ・ミッションズでプレーし、3試合に出場して打率。七十三一本塁打。 一打点を記録した。2017年は a 久級レイクエルシノアストームでプレーし、121試合に出場して打率、283、22本塁打、81打点を記録した。2018年は a 久級サンアントニオでプレーし、119試合に出場して打率、290、22本塁打、56打点を記録した。 オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2019年はトリプル A 級エルパソチワワズで開幕をスタートしたが5月11日にメジャー初昇格を果たした。その日の試合で代打として出場しベイド・デイビスから支給を選んだ。結局このシーズンはトリプル A 級エルパソとメジャーを行き来しトリプル A 級エルパソでは打率。 330、21本類が67打点。メジャーでは34試合で打率。215、3打点の成績をそれぞれ残した。2019年12月2日にジュリクソンプロファートのトレードで後日発表選手と共にオークランドアスレチックスへ移籍した。保守守備内野守備。ありがとうございます。